ウィス、こんにちは、たまおっちゃんやで。て、なんで30なのにおっちゃんやねん。ブンスカ、ブンスカ。そこだろ、ブンスカって昭和でもよう言わんわ。でも、怒っててもしゃあないし、この怒りの 20% は我慢して、ソフトボールで 50%、美味しいもんで 30% スッキリさすか。ってなわけで、それが今回やる熱収支や。地球は太陽から1平方メートルあたり 1.4kW くらいの熱をもらってる。これを太陽定数言うで。1W は1秒で1ジュールの熱のことやから、1秒で 1.4kJ や。ほんで、地球の断面が何平方メートルか分かれば、計算でもらってる熱量が分かるんやけど、今回は分かりやすく、1万として考えるで。まず熱は太陽から1万もらうんやけど、大地に届くんは6割で、4割は大気や雲が止めるね。ちなみにそのうち半分の2000は雲が反射して宇宙に勝手に捨ててまうし、大地に届いた6000のうち1000も大地が反射して宇宙に捨ててしまうんで、実際大地に吸収されるんは半分の5000や。ほんでもじゃあ大地はその熱だけでやっとんかっていうと、そういうわけじゃなく、さっき大気が捕まえた熱2000と、もともと大気が持ってった熱7500、合わせて9500をもらうね。てなわけで、だいたい昼に 14,500 もらうってことになるわ。ほんでもこうやって大地がどんどん熱くなると、その熱で蒸発が起こる。この蒸発にだいたい3000ぐらい使われて、大気の方に熱が移るんや。それでもまだまだ 11,500 熱があるんやけど、そいつは夜を中心に宇宙へ捨てられる。ただ大気に邪魔されんと、すんなり捨てれるんは1000くらいで、15,000は途中大気や雲を通るときに4,500くらい取られて、6,000だけ宇宙に捨てられるって感じや。大気には温室効果ガスっていうのが入ってるから、太陽からの熱や地上からの熱が大気を通るときに、その温室効果ガスに引っかかって熱をいくらか奪われてしまうね。ってなわけで、これが地球の熱収支や。なんや熱収支ってごちゃごちゃしてるわって思うかもしれへんねやけど、このアニメを見ながら2、3回俺と一緒に広告の裏とかにでもいいから書くだけで絶対覚えるから、騙されたと思って2、3回俺と一緒に書いてみよう。まず太陽から1万エネルギーが来るんやけど、2000雲が反射、2000大気が吸収して、1000大地が反射するから、結局半分の5000しか大地には熱が届かんのやけど、大気から今キャッチした2000と今まで貯めてた7500をもらう。これで14500や。ここまで熱が多くなると、その熱で水が蒸発。それで3000くらい熱が大気に移動して、残りは夜を中心に宇宙に捨てられる。ただ、そのまま捨てれるんは1000くらいで、残り15000は大気とか雲を通って宇宙へ出る。ほんでもその時大気に4500奪われるって感じや。ほなあと一回、イメージしながら行くで。これは実は、なんとお年玉の話をしてるんや。大地くんっていう男の子がいて、太陽さんっていうおじちゃんがいる。うわぁ、眩しいわ。ほんで太陽おじちゃんから大地くんがお年玉をもらうって話なんやけど、子供がそんな大金をすんなりもらうわけにはいかんから、そこの間に大気お父ちゃんや母ちゃんがいるって感じや。父ちゃん大気だけに重要やけど影薄いな。まっさに日本を代表する父ちゃんやな。まあ、てなわけで、太陽おじちゃんが1万円大地くんにお年玉をあげようとするんやけど、いつもおじちゃんから大地くんへ手渡しで渡るっていうわけやなく、10回中4回くらいはお父さんお母さんに預けとくからね、言うて渡されるやん。ほんでそれをお父さんが受け取った場合っていうのは子供に、ほら、お前おじちゃんからお年玉もらっといたから俺言うとくんだぞ、みたいな話になるんやけど、お母さんに渡ったら、最後、これあんた食費大変なんやからそっち回しましょう言うて、しれっと使われてたりするからな。てなわけでおじちゃんからのお年玉って10回中4回くらいは親を経由して渡されるんやけど、大気やったら一旦預かって渡されて、雲やったら勝手に使われるって感じや。ほんでも残り6割の直接大地くんに届いた時も、じゃあ全部財布に入るか言うとそういうわけやなく、やっぱりお正月のテンションで1割くらいはヤッホー言うて初詣とかで使ってもうたりしてしまう。せやから実際財布に入る確率っていうのは5割ぐらいのもんなんや。ほんでもこのお年玉で全部この正月を乗り切るぞいうわけやなく、お父さんからさっき預かっといたでの2000円と貯金の7500で合わせて14500円あるから、よっしゃこれでなんかゲームかおもちゃか買うたれってワクワクしてると、お前そんな無駄遣いしてどうすんねん言うて3000円大気父ちゃんに没収されて、これ貯金しとくからなみたいな感じで預かられる。ほんでもまあええわ、11500円使ってなんかすごいもん買うたろう思ってるんやけど、親関係なしに使えるんってだいたい1000円くらいで、大概は親にでっかいおもちゃ屋とかに連れて行ってもらわなあかんわな。ってなわけで、15000円持ってそのでっかいおもちゃ屋とかに行くんやけど、お前全部使ってどうすんねんとかって言われて、やっぱり親にしぶしぶ説得されて、さらに4500円貯金をするんで、6000円くらいおもちゃを買うって感じや。どうや、あんだけごちゃごちゃやった地球の熱収支も、所詮俺らの小学校の時のお正月やったって気づけば簡単やろ。ちなみに最終的に大地くんはなんやかんや説得されて7500円貯金することになるんやけど、俺らの地球ってもともと太陽の熱だけやったら平均マイナス20度ってめちゃくちゃ寒い星やね。その太陽の熱を全部宇宙に逃がすんやなく、温室効果ガスで7500貯熱してきたから、平均気温15度ってめっちゃ住みやすい地球になったんやで。他にも雲ができたり雨降ったりって、天気に関わる重要な状態変化もこの熱でやるから、ほんまにこの7500円の貯熱のおかげなんや。みんなもお年玉は無計画に何でも使ってしまわんと貯金しとくんだ大事やで。
今のうち貯めとかんと、大概どこでも18過ぎたらもらえになるからな。ちなみに我が家の場合は、ほぼ親に預けててんけど、そしたら20歳になった時どうする？お年玉30万くらい貯まってるけど、言うて通帳渡された時はびっくりしたで。そんな俺も今は逆にお年玉をあげる年になってもうたな。玉おっちゃん、お年玉ちょうだい。ってなわけで長なったけど、今回はこれまで。あ、逃げた。